はい、ポジネガチャンネル、はい、ポジとネガの話を言うからポジネガチャンネルね、はい、だからものによっては例えばこういうことなんですよね、例えばうんと高い食材屋さんで美味しいもの食べました、ね、例えばレストランのすごいところで寿司で5万円の寿司、5万円は高くても3万円ぐらいでいいかな、寿司を食べて1人前だよ、ね、それをもったいないと考えるか、でもそれで価値力が出て人生が変わると考えるか、それは物の考え方でしょ。確かに。だから物ってのは良し悪しじゃなくて考え方で個人にも願い捉え方次第で変わると。で今回ねちょっとね五十嵐ひとみちゃん特集で僕行きたいんだけど、ひとみちゃんがね今回の大会に参加意思を表明してくれたことを言いたいと思います、はい、で本当はもっと他にもねいっぱいね参加意思を表明してくれた人いるんだけど、今回はひとみちゃんで頑張ろうと、はい、なぜならば応援する側にも心構えがあるから。確かに。はい、さあそういうことでね、はい、今回はポジネガチャンネルマジックの大会について語りましょう。マジックコーナーですよ、はい、いいですか。はい、行きましょう。それではポジネガチャンネル、みんなで楽しもう。はい、おいで。まあ、五十嵐瞳さんがどういう人かってことは、はい、皆さんはフェイスブックとかいろんなところでね、はい、見てほしい。もともとダンサーだった人で、性格がね僕ねものすごく好きなの、明るくて、なんかね、うん、私もなんかコメントとかいろいろいただいて、うん、すごいいい人だなと思って。そうそう、それでね、うん、一生懸命頑張ってて、俺ね、うん、まず瞳ちゃんのことをポジネガで話したいとするんだったら、うん、ダンサーだから踊りはうまい。で、前さんもね、最大の欠点ってのは踊りがそういうのはできないと。ね、例えば島田晴夫さんも踊りができない、ね、うん。そういうことから考えてて、どんなにマジックがあったって、それじゃダメだ。だからシュートには、やっぱりジャズダンスとか日本舞踊とか、そういうものを、うん、もう取ってほしいと思ってね。だから足のさばきがいい。だそこがクリアしてることがいい、うん。で、マジックはっていうと、よく練習してる、うん。だけど内容は相当クエスチョンマーク、まだ。まだクエスチョンマーク。でもそれは彼女が一生懸命さ人を立ててやってるから、やっぱりね習ってる人に対する尊敬とかそれやってるから、これ偉いと思うんだ俺はね、俺そういうの好き、そういうの好き。だから若葉ちゃんをね例に挙げると、若葉ちゃんも本当は、うん、あんまり良くないんだけど、やっぱり師匠のやっぱ田島師匠を本当にリスペクトしてて、あれは素晴らしいと思う、ね、うん、だからやっぱりさ若葉ちゃんという一人のマンションを育てて送り出したことは田島さんの最大のことなんだ、うん、だから俺はね田島師匠のことすごく評価してるの俺、うん、だけど田島師匠より全然実力ない人っていうのは、あいつは下手だとかさ、あいつは単なるあれだとか言うでしょ、ね、これに言ってみろっつうんだよ、誰が言ってんの、うん、そんな。だからね、それを考えたときにやっぱり田島師匠と若葉ちゃんは非常に良いです。そうだね、ああ本当にいいです。でね、はっきり言ってマジックをやるときに教えなきゃいけない点っていうのはいっぱいあるんだ、うん、ね、そこはやっぱり最終的な部分をクリアしてて、もともとのその基礎的なものっていうのが、うん、やっぱりクリアしてないときどうやって直してあげるかね。で俺はやっぱりさ、荒木さんとかね、俺の大の友達の荒木さんとか、うん、数々食べ歩んだ中で習ってる五十嵐ひとみちゃんに、こうした方がいいよっていうのはなかなか勇気のあること、勇気って俺全然言っちゃってもいいんだけど、うん、それで人間関係壊しちゃったり、またはさ、ひとみちゃんのことをね傷つけてることになってはいけない、うん、だからなるべく外部的ないいアドバイスのもとに今回の、うん、そうだな、メキシコ大会参加してもらうからね、それもゲストで、はい、やっぱり応援したいと思ってるですね、うん、だけどやっぱりさ、踊りのうまさでよく練習してることはすごく楽しみで、うん、やっぱりうまく取り入れることができたとしたら、うん、大化けする可能性があると思ってる。そうか、いいね、うん、だから今回誰とは言えないんだけど、新しいね、はい、生徒さんが誕生しました、はい、ね、その生徒さんが誕生した時に、いや自分はねマジックっていうのをさ全然まずはそんなことも考えてこなかったし、とりあえずやることになってしまったけどっていう話をしてて、アーダコードはもうのたまってたんだよアーダコードね、いろんなことね。だけど俺が言いたいことはさ、はい、経験者ってね全然ダメなんだよね。逆に経験者で成功しないってどれだけ無駄な勉強してるかってことを言いたいんだってことになっちゃうんだよね、うん、まあ俺はっきり言いたいんだ。だから今ね、例えば日本中で活躍してると言われてて、世界で通用してない人たち、うん、こういう人たちがなんでそうなってるかってことは、うん、やっぱ世界で通用しない勉強してるからだよね、うん、だから本当に出会いってさ、うん、運だと思うんだけど、うん、一番最初に正しいところにポンって来れたら、うん、正しい勉強はストレートにできるんだけど、うん、違った山のところに行っちゃうと、そうだね、違った山に登っちゃって、だからね、面白いことがあったのは、米山美沙ちゃんの、フェイスブックの中で、うん、超能力とマジックの話が出てたんで、俺ちょっと書き込んじゃったんだ、うん、それで俺は別に世の中は超能力者と認めたい人の方が多いわけ、俺のことはね、うん、なぜならば、そしたらある人がね、原理が分かると超能力じゃなくてマジックだって言われるとか言ったんだけど、そんなことない、俺原理なんか言ったって超能力だって言われる。なんだっけ、うん、荒井忠明先生の、いや渡辺忠明ね、渡辺忠明先生のなんだっけ、超能力、そうそうそう、イベントの時にね、だからさ、分かりやすく言うと、
俺の一番得意なのはやっぱりフォースっていうことと、それとか表情で相手の、ね、心を読むとか、あとこれってさ昔から学問でもあることなんだけど、それがいとも簡単に箱から物を出すぐらいの感覚でできちゃうわけでしょ、記憶でも。だからこの人のは超能力だとか言われる、超えてる能力だからある意味だから他の人たちはみんなできないって言われるんだけど、それ間違いなんだよ、というのは俺のやり方っていうのを俺と同じ練習方法であればできるの。だからみゆちゃんも体験したけど、リコレクションっていうカードを記憶するやつなんだよ、うん、あれ、要するにカードセットの、要するにグレコローマンやって上がるの知ってるでしょ、うん、だからカードセットをやってグレコローマンやるとカードを記憶するのがすごく良くなってるんだよ、うんうん、だからそういうのもあって、ね、正しい学び方を俺は続けてるだけ、ね、未だにカードセットももちろんやってるしずっとね、だからそれをやればいいし、コインロールなんかさ俺が最初に流行らせたのに練習してないからコインロール落ちちゃって全然できない。みゆちゃんは最近あんまり練習はしないように見えるんだけど、いかがでしょうか。してる？あんまりちゃんとしてない。だから練習は続けなきゃいけない。必ずね。で、加速度として上げていかなきゃいけないものもある。はい、だからそれをやれば、俺なんかの超能力だって、超能力っていうふうに言われたときにさ、そうなんですかって言われたときに、超能力って言葉が間違ってる。まあ、超えてる能力だから、ある意味能力超えてるっていう、うん。だけど、一般の人が絶対できないし、種を沸かしても理解ができないんだから、超能力だって言われたの。うんうんうん、確かにだって人の心の中読むなんてのは別に造作もないことだし、催眠術なんか瞬間で入れられた人何人いる、これ聞いてる人でもいるでしょ、みんながプロセス必要がなくて30秒で入ることができる、それは俺の職業だから、だからこれは超能力ですか、いや職業ですよね、でまたひとみちゃんの話もともとするんでね、だから結局努力の延長線上と練習がプラスすればね、だからやっぱり思うのはさ、田島師匠が素晴らしいことっていうのは、俺との付き合いとかそういうことで彼自身が変わって、彼がアップグレードしたんだよ、ブレないよね、であとアップグレードもしてるの、だから真剣勝負を戦える。だから俺健さんのこともね、悪いことも言うけど褒めるっていうのは、やっぱりさ果敢にやっぱり大会とか戦ってね、正々堂々なんだよ、チャレンジャブルのところ、そうだからやってもいないで否定したりとかできねえもくそもねえだろうってね、だから日本のたくさんのマジシャンにいます、ね、だから手品の種明かしとかね、そういうのがある中で、ある人が言った、あるホームページでも言った、ね、要するに何だろう、スポーツよりもマジックの方が上だと、なぜならばスポーツだと日本人のこけおろし合いがあるのはマジックがないと、マジックあります、こけおろし合いがいっぱい、ね、韓国人のね、あるある、でそれはなぜかったら日本人が相手にされてないだけなんだ、ね、やっぱね、もっと知らないと、でなんでこれを言うかっていうと、そういうふうにマジック その最大限の努力をしてるかどうか、で韓国人のそういうチャンピオンたちは全部俺に習ってるからね、うん、1回でも最低指示して、UFO人もずっとチリとかああいうとこ連れてシュートと一緒に動いたし、だから当然俺を遠くから見たらすぐ飛んでくる、あとあれね、最近ほらメンバーになったりして、よく分かんない名前、名前知らない、もう何メンバーになったり、韓国の人もいたじゃん、えメンバーになったら誰だろう、分かんない、去年ぐらい、なんかやっぱり柳田さんの方が、ああそうだ、うん、もちろんね、追っかけてきて、うん、だから結論から言うと、まあだからさ、韓国の国内だったらダメだし、本心は別かもしれないけど、それでもさ自分の魂売っても努力してるんだよ彼ら、やっぱり韓国人が日本人にくっついてると絶対よく言われないことね、だからはっきり言って運行類ってすごいさ、俺のやっぱりさ関連の深いやつだってシュートを貶めるような番組を作ったりなんかすることもあるわけだし、だからそれは分かった上で、負けない日本人であるためにはどうしたらいいか、努力するしかない、ね、だからひとみちゃんは大スターにすると俺もね、このメキコで考えています、その代わり努力を惜しんじゃいけない、ですね、だから俺と同じ努力がまだね若いひとみちゃんができたら、世界を完全にさ取ることできる、俺の努力やってみな、本当に、いや大変だけど、大変だと思うよ、大変だから、でも努力は足し算でできるんだからさ、みんな言い訳つけてやめちゃうだけでしょ、だからポジとネガって最後に戻るけどね、結局努力をすることはポジティブなことなんだよ、ね、だけどそれに対してダメだからといって卑下することはネガなことなんだ、だからみんなね、本当こういうことカード記憶、俺と一緒にやって練習をしてやれば記憶できます、だから50点満点法35点までは3人ぐらい行ってんだよ、要するにカナカナもやったしいろいろね行ってんだから、要するに40点以上っていうのは大変なんだ、要するに大変だね、本当5、7、35だから、要するに10点が
1回か2回って、あとは1枚ずれが3回とか、そうじゃないとできないね、うん、でもそれは不可能でないということでやってもらいたいです、うんね、あのひとみちゃんのやっぱりメキシコから世界での活躍、あの、はい、ロスハリウッドも来るということなんで、はい、僕は大々的に、ね、楽しみですね、デビューを手伝いたいと思いますね、はい、これを育てた、ね、勝さんもそうだし、うん、あのやっぱり何と言ってもやっぱり会長ね、うん、何と言っても荒木会長はもうやっぱり偉いと思うね、はい、ついてきたひとみちゃん本当に偉いです、はい、さあそういうことで、今日は終わりますけど、みんな頑張って楽しいメキシコね、はい、または、ひとみちゃん応援してください、はい、さよならです、サトマス君。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。